かかったな。あ、シロッペさんはあれからどんな感じなんですか。あ、ですね、昨日僕ちょっと練習があって、はい、あの事業所の方にちょっと寄ったんですよ、はいはい、そしたらあのシロくんが僕の師匠の池田先生に技習いに来てていやもうちょっと嫉妬しちゃいましたえ、シロさんが池田先生に直接なこの熊沢さんというか、なんかなんか極意を習いに来てるみたいな。そう、習いに来てる。お、ナオシー撮影してたさ。あ、バレましたいやけど、なんだろう、池田先生もそうだしまあ、ひろきさんもそうなんですけど、やっぱ包み隠さず自分の技術を教えてくれるじゃないですか。はい、いや、本当にそういう人って僕いないと思うんですよね。うん、はい。で、まあ、今回ね、ちょっと今撮ってるのはエンディングと別で、まあ、シロッペくんですね、ちょうど10日前にね、99分スパーをやって、うん、言葉ではやっぱ伝えられない思いってあるじゃないですか。うん、で、やっぱこのシロくんは、なんだろうな、その僕の、ね、等身伝承じゃないですけど、なんか受け継いでくれてるんじゃないかなと思って。で、まあ、彼はね、一回そのプロレスの業界でね活躍して、なんか肩をね大怪我して、で引退して、でその後僕とのねその道場破りからスタートして、今もああいう形で仲間になったんですけど、なんだろう、僕はシロ君にとってね師匠でもないし、けどなんだろう、今日シロ君が池田さんの元に習いに行ってるのを見てすごい嬉しかったんですよ。あ、そうなんですか。そうそう、あ、まあなんか複雑だったんですけど、なんだろうね、同じ人から習える。うん、で僕はまだ指導するほどの技術もないんで、けどああいう形でね、あのシロ君と交流して一緒に練習していければお互いもっと強くなれますし、で、なんだろう、まあ、今回ねこの動画はそのシロくんの YouTube チャンネルぜひ流してもらいたいんですけど、そのシロくんっていうのはもう持って生まれた潜在能力ってすごいじゃないですか。うーん、確かに。あんな80分90分やって最後はねバスターもされたし、あの底力は僕も撮影しててマジかってなりました。そうで、あれもう80分超えた、超えてますですよね。もうだいぶ後半も後半ですよ。暴れ折れたかと思いましたもんね。でやっぱし恵まれた潜在能力、まあ例えばボブサップとかもそうなんですけど、潜在能力はすごいけど追い込まれたらやっぱ心折れるんですよね。でフィジカルが強い人ほど折れやすいんですよ。あ、そうなんですね。うん、僕も昔その自分の師匠に追い込まれたことがあって、けどなんだろうな、シロ君って最後まで心折れないで、ね、僕に噛みついてくる姿がね本当にすごかったなと思いますね。はい、なんか今後もね、まあ、これから僕ちょっと東京の方に出稽古に行くんで、まあ、それが終わって帰ってきたらぜひ一緒にスパーリングして、その朝倉ミスクル対策とか、あとはね11月にある果た試合に向けてね、僕スパーリングパートナーになるんで、シロ君一緒にやっていこうね。はい、これからもその熊沢チャンネルだけじゃなくてシロッペの大冒険の方も、ぜひ、ご覧ください。僕もちょこちょこシロ君のチャンネルの方にね出させていただきますので、はい、じゃあシロ君、僕のコメントにできればねこのアンサー答えてください。おっす。はい、皆さんこんにちは、シロッペの大冒険の友寄せシロです。先日アップしました、熊沢道場名物99分無限スパーリングの動画の、感想を今日は喋、りたいと思います。まずはじめに、たくさんのコメントとたくさんのチャンネル登録、本当に皆さんありがとうございました。で、温かいコメントがたくさんで、一つ一つ本当にじっくり読ませていただきましたし、この動画を見て明日また頑張れそうですとか、そういうふうに言ってもらえたこととか、そういう言葉を見て
本当にあの99分本当に苦しかったんですけど、なんとか、乗り越えることができてよかったなと思います。スパーリングを通してやっぱり熊澤さんの強さを本当に痛感して、やっぱり何一つかなわないなと改めて熊澤さんに憧れてきて間違いなかったなと思いました。今私は熊澤さんの師匠の、池田先生にも、格闘技を習っていて、自分の、長所と短所とか、教えてもらって、それ長所を伸ばすトレーニングだったり、これこういう動きをやめようとか、そういうのを教えてもらっていて、習いながらこの人は本物だなと、感じて、もうこういう方に出会えた、ことに本当に感謝しています。これから僕は僕がやることは公式戦に出て自分を試したいっていうのをいう思いがあるんで、それを、この YouTube を通してやっていきたいし、もうお世話になってるケイシーさんの主催する果たし合いっていう大会だったり、朝倉未来チャレンジとか、それからブレイキングダウンとか、そういうものにも私は出ていきたいと思ってますし、強くなりたいっていう思いで、この YouTube を始めましたね。そして熊澤さんが、この動画の前半の方で話してくれてる通り、熊澤さんの闘神伝承、熊澤さん試合の時にいつも闘神と書かれた看板を持って入ってくる、入場パフォーマンスをやってるのを僕は昔から見てて本当にかっこいいなと思ってました。その心を、この私に伝承しようとしてくれてる思いが、この99分のスパーリングの中でずっと感じてたんで、苦しかったんですけど、それ以上に熊澤さんの愛を感じて乗り越えることもできたんで、その思いを背負ってこれから私は、そういう大会とか、に向けてどんどん挑んでいきたい、そういう、チャレンジしていく動画にしていきたいと思ってます。勝負の世界なんで勝ったり負けたりもあると思うんですけど、負けたからって言って落ち込むんじゃなくて、しっかり反省して何度でも立ち上がる姿っていうのを、リアルに皆さんにお届けできたらなと思います。もう本当に99分のあのスパーリングを通して絶対にくじけるなって言われたんで、言われて乗り越えることもできたんで、あのスパーリングをやった人間が心折れるような試合は絶対にしたくないなと思います。もう真っ向勝負で一撃必殺っていう技を身につけて、皆さんにねそれをお見せしたいなと思います。これからいろんなことに挑戦していく、このシロップの大冒険、そして熊澤チャンネル、そしてもちろん琉球ブルース3、みんなで力を合わせて頑張っていきたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。